離婚した芸能人はたくさんいますが、その中でも逆に離婚してよかったのではと言われている芸能人について2000人にアンケートした結果をランキングでまとめました。離婚して正解だったと噂されている芸能人は誰なのか。それでは早速見ていきましょう。40位は及川光博、檀れい。みんなの意見はこちら。他人が離婚して良かったとは全く思いませんが、あえて選ぶとしたらこの二人かなと。俳優さん同士のご結婚ということで、役柄などで相手の本質を勘違いしてしまうこともあるのではと察します。かわいそうとしか思えませんが。39位は宮野真守、みんなの意見はこちら。このまま夫婦関係を続けてもたちの悪いやじ馬に付きまとわれるだろうし、本人も奥様も暮らしづらいのではと思ってしまうから。38位は小林麻耶、みんなの意見はこちら。明らかに結婚してからの雰囲気が良くなかったので、別れて正解だと思う。妹さんのこともあったので変な男には引っかからないように幸せに暮らしてほしいと思う。37位は椎名桔平、山本未来、みんなの意見はこちら。二人とも結婚していた時よりも離婚した後の方がお互いに良い関係でいると言っていたので、良きパートナーでいられるのであれば離婚して良かったと思う。36位は田中美佐子、深沢邦幸、みんなの意見はこちら。格差婚って言われてましたが、離婚してしまったようですね。個人的には応援したかったのですが残念です。仕方ありませんね。若い頃の田中美佐子は綺麗でファンでした。35位は江本時生、入来茉莉、みんなの意見はこちら。いろいろと報道されていましたので、新しいスタートを切ってご活躍されたらいいと思います。江本さんが俳優一家なので、プレッシャーが強かったのではと思います。34位は米倉涼子、みんなの意見はこちら。個人的には特に好きな女優さんの一人だが、結婚が似合う感じはあまりしない。特にお金持ちの男性と一緒に住む感じはあまり似合わない。年下のサポートしてくれるような男性の方が良さそうな気がする。33位は鈴木奈々、みんなの意見はこちら。天真爛漫な子だと思うので、既婚でもフリーでも幸せなら良いと思います。まだ若いのでやり直しも効くのでは。32位はビートたけし、みんなの意見はこちら。完全に奥さんより愛人の方が好きというような感じでずっと言われていたので、なんだか奥さんがかわいそうだったので離婚してよかったと思います。離婚についてたけしさんは失うものが多すぎたと思うけど、最近の雰囲気というか自然体な活動を見ているとその方が良かったと思う。31位はメープル超合金、安藤夏、みんなの意見はこちら。旦那さんの立場なら離婚して正解だと思う。いくら稼いでる芸能人とはいえ、配偶者として一緒にいるのが辛そうなエピソードしかニュースで流れてこなかった。この方は夫にいろんなことをしている話を聞くので、男性側の味方として離婚して自由にさせてあげられたことは良かったと思います。30位は宇多田ヒカル、みんなの意見はこちら。結婚離婚のたびにマスコミに騒がれているのが本人のイメージと合っていないため、子供と二人で過ごす様子が似合っている。魅力のある女性エネルギーも持っていると思うので、独身になって幸せな人生を謳歌してほしいような天真爛漫さを感じる。29位は高木れに宇佐美慎吾、みんなの意見はこちら。ももクロメンバーの中で一番好きな人だったので、結婚した時はすごくショックだったからです。だから早々に別れてよかったです。相手もプロ野球選手だから遊んでいそうだし、スピード離婚で一時ニュース等で取り上げられていましたが、こういうタイプは話題や一時的な刺激が欲しくて結婚しただけにしか見えず離婚して正解だったと思います。28位は市村正親、篠原涼子、みんなの意見はこちら。女性から見て篠原涼子さんは奥さんには向いておらず、早かれ遅かれだと思う。お互いがやりたいことを続けているので、これはこれで良かったと思う。才の差婚だと思うので、先々のことを考えると篠原涼子さんは離婚して彼氏でも作れば気楽に生きられると思うので。27位は大黒摩季、みんなの意見はこちら。アーティストなので経済力はあるし、女性であるため離婚で気持ちや生活が楽になったのではないでしょうか。あまりよく詳細は知りませんが、ご夫婦にしかわからないセンシティブなことで、大黒さんからお別れを決めたように聞いたことがあります。とても強く愛情の深い人間性、素敵なアーティストだと思っています。26位は、長谷川京子、新藤誠一、みんなの意見はこちら。
この二人は別れてそれぞれ活躍した方がお互いのためのような気がします。家庭に縛られ続けるのは適していないお二人かなと思います。長谷川さんがとても辛そうに見える時期があり、あのまま結婚生活を続けていけば人として破綻しそうに感じた。25位は鳥居みゆき。みんなの意見はこちら。結婚していたとしても特殊な感じだったし、鳥居さんのキャラクターからしてもあまり似合わないので離婚してよかったです。それに美人だからまた素敵な人に出会えると思うからです。結婚の方がびっくりしてしまった芸能人でしたが、離婚してもまあ楽になれるなら良いのではないでしょうか。24位は道端アンジェリカ。みんなの意見はこちら。イメージ的にフリーの方がいい。綺麗でモデルとしても経済力もある。問題がないので一人になって良かったのだと思います。別にこの人のことは好きでも何でもないし、むしろどうでもいいが、結婚生活が務まるような人ではないので、旦那さんのことを思うと離婚してよかったですねと感じざるを得ない。23位は飯島直子。みんなの意見はこちら。前田さんと独身時代に恋愛していた時はフェロモンがすごかったです。二度目だけど魅力のある女性なので独身の方が良いという男性は多いと思います。飯島さんが好きなので離婚の話を聞いた時、無理して結婚生活を続ける選択をしなくてよかったと私としては感じました。22位は有村昆。丸岡泉。みんなの意見はこちら。有村さんの元々あった女癖の悪さが露呈して本当の正体が分かって、潔癖っぽい泉さんにとってこれからもずっと一緒に生活するのは無理だと思うので、お互いにとって別れて正解だと思う。びっくりでしたが、新婚の時からちょっとテンションが高く、義理のご両親の存在もありちょっと変わっている夫婦だったので楽になったと思う。21位はシェリー。みんなの意見はこちら。あまりにも浮かれた感じでしたので、旦那さんとの結婚生活は現実的じゃないなと思ったからです。テレビだけでなく家でもキャラを作ってそう。本当に家庭的だったのか疑問です。前ほど人気のない今の彼女を見ていると、人気絶頂のタイミングではなく落ち着いたタイミングで結婚するべきなのではと感じた。離婚してからも明るく過ごしていて、番組で新しい彼氏を探していたり、すごく前向きに感じます。離婚をネガティブに捉えていなくて結果良かったのだと思います。20位はジブラ。中林には。みんなの意見はこちら。旦那さんのイメージが悪く、美和さんも十分一人でやっていける実力があるので、離婚してスッキリされたのではないかと思いました。あまり良いニュースを聞かないジブラさんだけど、なぜか今回だけは離婚して良かったんじゃないかって思いました。多分結婚生活続けていてもうまくいかなかったでしょう。今となっては結果論ですが、自己愛の強い人は結婚には不向きだと痛感しました。あのまま一緒にいるよりは今の方が幸せなのではないでしょうか。19位は足立由美。みんなの意見はこちら。旦那さんに大事にされていなかったと思うので、もっと良い人と出会ってもっともっと幸せになってほしいと思います。永遠にみんなの足立由美というイメージだからです。老眼ということもあり、結婚のイメージなくずっとは各あってほしいなと思います。単純に不釣り合いだったと思います。18位は華原朋美。みんなの意見はこちら。結婚している時は一時期幸せそうに見えたが、だんだん精神的な不安定さが出てきていたと思う。ご本人が異性に対して依存的な性格みたいなので、対等に支え合う結婚にはそもそも向いていなかったように感じる。何かと恋愛については世間をお騒がせする方ですが、お一人で生きていく選択も良いのではないかと思います。結婚だけが幸せの全てではないと感じるからです。一生独身でいても経済的に困ることがないと思われる。子供がいて経済力があれば男性は必要ないのでしょう。17位は石橋貴明。鈴木保奈美。みんなの意見はこちら。石橋貴明さんの性格のことなど報道されていましたし、鈴木保奈美さんも大変だっただろうなと感じるからです。離婚しても清々しい感じでテレビに出ている印象もあり、良かったのではと思います。とにかく旦那がお騒がせだから、今でもよからぬ噂を記事で読んだりするので、側から見て言えることではないとは思うが、嫁が苦労しそう。夫が頼りないと思うので、責任感を感じず自分の立場を考えて行動しない人と婚姻関係を続けるのは無理だと思う。16位は赤西仁。黒木メイサ。みんなの意見はこちら。別々の方が仕事に集中できるのでいいのかな
と思いますね。それぞれ家庭に縛られるのが似合ってない気がして、別れて正解だったのかなと思います。お似合いとは思っていましたが、友達としてはお似合いのカップルなのではないかと思う。まだ若いので、先の人生を見つけたら良いのではと思う。どちらも自分というものを持った人なので、子供も大きくなって落ち着いたタイミングで離婚されたので、それぞれの道に行っても不思議ではないかなと思った。15位は渡辺謙、南果歩。みんなの意見はこちら。浮気は絶対にいけないことです。相手の方を傷つけてしまうなら離婚するべきだと思います。浮気をしてしまう前に、単純に不倫、気持ちが悪いです。俳優さんとしては好きだったのに残念です。奥さんの真面目さには合わないです。二人とも過去に訳ありなので、また、という印象です。SNS で見る限り女性側は離婚して良かったのではと思う。14位は、アビル・ユー、西垣左衛門の、みんなの意見はこちら。西垣左衛門ののブログやその後のお相手のブログを見る限り、西垣左衛門のの身勝手さが人として好きではないため、若さや出会いの多さや性格から離婚して自由になった方が良かったのかもしれない。一人でも生きていけそうな印象です。後々出てきたニュースを見てみると、西賀さんの人間性や気質で長続きしなかったんだろうなって納得。離婚してよかったなって思いました。離婚当時は正直何とも思っていなかったが、内縁の妻の方の告発に李西賀さんの怖さが露見したため、こんな嘘好きの暴力男とは離婚して逃げるが勝ちだと思う。13位は熊田曜子、みんなの意見はこちら。決定的な出来事が起こって世間に報道もされて一度、関係が崩れてしまったのに。生活を共にしなければならないというのは、お互いのためにならないと思う。どちらかが一緒にいたいと思っていても、崩れる前のような雰囲気には戻れないと思うし、巻き込まれる子供がかわいそう。離婚理由が最低すぎると思ったため、夫が最悪だったので別れて、正解でしかない。DV を受けていたし、熊田さんへの不倫疑惑もあったりして、夫婦関係を続けても今後いい方向に行くとは思えないので離婚してよかったと思います。旦那さんがかわいそう。被害者は旦那さんだと思うので、熊田さん自身は加害者だからここでよかったという感想を持つのはおかしいのだが、他に事情を見聞した芸能人がいないのでこの回答にします。12位は小倉優子、みんなの意見はこちら。お子さんのお世話をしつつ仕事も家事も頑張っていたのに離婚に至るということはいろいろあったんだと思う。離婚がマイナスにならないようにこれから頑張ってほしい。苦労の多い人で男運がないように思えましたが、結果的に離婚されてましたが新たなスタートを切っているので離婚が良かったと思いました。小倉優子さんはその容姿とは逆で昔から計算高いイメージがあります。小倉優子さんとって離婚など勲章の一つぐらいでしょう。結婚に向いてそうなのに完璧主義で頑固な性格があるのかなと思う。以前占いで輪があると言われていたことを思い出す。11位は鈴木もぐら、みんなの意見はこちら。子供は複雑な思いをしているだろうけど、遠距離で家族がバラバラなのは大変だったかもしれない。もぐらさんは幸せになってほしいと応援したくなります。お金の使い方が破天荒で妻と子供を養えないため、地方において仕事をしていると言っていたので、別れられても仕方ないと思った。まあ良いのでは？と思う。特別ファンではないですが、独身貴族でも楽しく生きていけそうなイメージが強い。奥さんやお子さんのことを思うと、離婚してよかったんだろうと思います。今までよく耐えたなぁ、と思います。10位は、篠田麻里子、みんなの意見はこちら。小さい娘がいながら、浮気をしていた篠田麻里子さんも最低だし、取り乱す妻の謝罪音声を公開した経営者の夫も最低で、この離婚騒動自体が正直気持ち悪かった。何より、子供が一番かわいそうで、本当に離婚してよかったと思う。週刊文春や報道でもとんでもない聞く自分、勝手で他者を振り回す篠田麻里子さん、親権は篠田さん側になりましたが、とりあえずは離婚してよかったと思います。旦那さんがかわいそう。AKB 時代は高嶺の花のような存在で、私の学生時代は推している子がとても多かったので浮気をするイメージが全くなく、そのギャップもあり、とても残念感が否
めないから。死の黙り子のような奴は離婚されて当たり前だと思う。旦那も気の毒だけど、かわいそうなのは子供だと思った。散々ひどいことをして、別れたくないとはズーズーしいにも程があると思ったから。先ほどの理由からの続きになりますが、不倫も発覚してしまいましたし、お子さんもいらっしゃるということですので、その後の夫婦仲が取り戻せないのであれば、お子さんにも悪影響なので、離婚して正解だったのではないかと思います。9位は粗品、みんなの意見はこちら。お笑い芸人であることで離婚をネタにできているため、クズ芸人的なキャラクターをしていることから、離婚のダメージも世間体的にはあまりなく、またキャラに合っているため離婚してよかったのではと思いました。人気の芸人さんでかなり面白く、個人的には評価が高い人だと思っていたのですが、ギャンブルが好きということでそういった方と結婚してもいいことがないと思ったから、大のギャンブル好きで将来の蓄えなど考えない破天荒キャラが売りだと思うので、結婚によって落ち着くような雰囲気気が出ると仕事をする上でマイナスに働く感じがするので、特にファンということもないのですが、高学歴の方なのでちょっと離婚は驚いた。まだまだ若いので良いのでは。結婚公表後も YouTube でギャンブルをしていることや破産していることを動画に上げているのを見たことがあり、芸人としては面白いかもしれないけれど、家族に借金を抱える人物がいるのは不安になるだろうし、父親として良い影響を与えない人物だろうなと感じていたから。8位は古谷健二、めぐみ、みんなの意見はこちら。事実はわからないけど、めぐみさんにとっては別れても仕事上のダメージはなく、活躍しているので良かったのではないかと思います。めぐみも子育てしながら自身も美容関係で注目されて話題になり、頑張っていたのに旦那の方は女を作って遊んでいたため気の毒に思う。そことそこがくっつくんだと、なんとも絶妙に素敵なご夫婦だったのに、あんなまさか卑劣なやり方でめぐみさんやお子さんを裏切っていたのかと思うと、本当に人事ですが腹立たしい。めぐみさんには幸せになってほしい。こちらの夫婦も浮気が原因でしたよね。浮気をするくらいなら別れるべきです。一生を添い遂げると決めた相手を裏切っているのですから。めぐみさんという良き奥様がいながら不倫を続けていた古谷さんの仕打ちは本当にひどいと思う。こんな最低な旦那とは離婚して正解だと思う。だらしない男は治らない。さっさと見切りをつけて別れた方が良いと思う。結婚前は今一つパッとしないイメージだっためぐみも、私の勝手なイメージも。今は美容系で注目浴びてるし、よかったよかった。7位は宮根誠司、2度目、みんなの意見はこちら。隠し子の時といい、なぜ他の女性に目移りしちゃったんでしょう。別れた奥様に対して、よくこんな人と結婚しましたね、という気持ちもありますが、離婚して正解だったのでは。再婚していたの知らなかった。もう何度目と感じるし、もうすでに再婚しているが子供にも迷惑がかかるので、もうおとなしくしておいた方がいいと感じる。それまでは雑誌や何かで見ても特に思うことはなかったのですが、彼が隠し子もいて離婚もして、さらに別の女性と再婚していたのが衝撃。この人はやばい人だ、さっさと離れた方がいい。と感じました。奥さん、離婚して正解。昨今隠し子で騒がれた方の中でもぶっちぎりに、クズな対応が多かったため、宮根誠司さんのような男性は女性を幸せにはできないと思っていたから、隠し子なんて言語道断で許しておくべきではないと思う。子供や妻を裏切るような人とは我慢して付き合っていくべきでない。奥さんだった女性が幸せになりますように。メディアの前で多くの人に見られる司会者でありながら、その振る舞いはふさわしいものではないといつも感じている。こんな人に家庭を大切にすることはできないと思うので、元奥様の立場からすると離婚してよかったというのが私の意見です。男の方が最低すぎて、奥さんはこんな旦那と別れてよかったのでは？視聴者からも見放されている司会者と一緒にいるのは苦痛でしかなかったと思う。6位は小室哲哉、恵子、みんなの意見はこちら。小室さんがやばい人すぎて、恵子さんは別れてよかったのだと思います。病気で倒れて声が思うように出なくなったとしても、夫婦ならば協力していくべきだったのではないかなと思います。まるで突き放したように別れたように見えて、これは離婚した方が良い相手だと感じてしまいました。
小室哲哉って3度目の離婚だったのは驚きました。まあ夫婦関係に関してはかなり前から破綻してたんでしょうけど、お互いにとって正解だったんではないでしょうか。小室さんは向いていないのだろうなと感じさせる。仕事に集中したらあとは面倒になるんだろうなと。女性に好意を持つときは女性の自尊心の高さに惚れているようなとこが見えるので、恵子さんでもダメだったのかと思う。小室さん自身が自分がプロデュースしたアーティストと結婚と離婚を繰り返していたので、恵子さんの時もまたかと思いました。恵子さんが病気になった時も寄り添っていたようには見えなかったので、愛情はなかったのだと思います。グローブが好きだったので結婚自体複雑な気持ちがありましたが、結果的に小室さんも浮気癖が治らなかったので離婚してよかったと思います。いろいろな報道がされていて何が真実なのかなと感じていました。結婚していてもお互いに幸せではないような印象もあり、離婚してよかったのではないかと思います。グローブはデビュー当時からずっとファンで、小室さんの音楽が好きなので女遍歴には目をつぶってはいましたが、恵子の看病をするわけでもなく看護婦と不倫とは、小室さんの女癖は治りませんね。最近恵子がラジオ復帰したりと、マークと SNS で活躍の場を広げているのを見て応援しています。グローブの復活を期待しているが無理はしないでほしいです。5位は前田敦子、勝地涼。みんなの意見はこちら。そもそもお互いが結婚に向いてなさそうだし、お互いにその方が仕事に集中して臨めると思うからその方が幸せそう。前田敦子が気性が荒いのは AKB 時代から知っていたので、勝地涼かわいそうだなと結婚のニュースが出た時に思ったこと、フライデーとかの写真でこき使われてたので普通に苦労してそうでほっとした。前田敦子さんが離婚してからの方が生き生きと仕事をされているので、離婚した方が幸せだったのかなと思います。離婚してから仲良くなったという話を聞きました。結婚しているとダメな夫婦っていると思うので、この二人は離婚した方が良かったのかなと思います。前田さんは AKB のトップとして長年注目され、相当忙しい生活を送っていただろうし、一度フリーになってもっと遊ぶ時間ができてもいいのではと思うから、女性側の性格にあまりいいイメージがありません。想像ですが相当旦那さんが振り回されていたのではないかと思ってしまいます。別れて正解だと思います。勝地さんがかなり苦しんでいるという情報を目にしましたし、前田さんは過去にいろいろとスキャンダルもあったそうなので、離婚して正解だったのではと思います。4位は FUJIWARA、藤本敏文、木下ゆきな。みんなの意見はこちら。正直、特に興味がないのですが、お笑いが好きで、藤本さんはお別れした奥様のことも、特に悪く言うこともなく、偉いなと、個人的に思いました。お別れしても、お子さんとは会ってあげてほしい。なんとなく、ヘキサゴンメンバーの勢いあるノリで結婚した感じが強いだけに、年の差や境遇の違いに、いずれは、すれ違いが発生するだろうと思っていた。木下ゆきなさんは容姿は綺麗だがあまり印象が良くなく、発言が過激な節がもともとあったが、タピオカの件でそれがあらわになったから、藤本さんもおしどり夫婦を演じてて大変だったのではと思うから、格差婚などと言われましたが、一生懸命頑張ってお仕事をしている藤本さんがかわいそうに思っていました。旦那さんのことをバカにしすぎだと思います。木下ゆきなはもともと嫌いだったけど、FUJIWARA の藤本敏文は嫌いじゃないので、別れてよかったと思った木下は、人間性がダメだともともと思ってたけど、タピオカ騒動の時にやっぱりあかんやつと思った。ヘキサゴンを見ていたので結婚発表のニュースを見た時はめでたいなと思いましたが、その後の母親タレントしてメディアで見る木下ゆきなに良い印象を持てなかったので離婚して良かったなと思いました。夫婦喧嘩が絶えないし、木下さんが藤本さんをバカにする態度を見ていて気持ちいいものではなかった。事件を起こしてしまい、もしかしていい夫婦だったと思っています。もともとヘキサゴンという番組で共演したけど、年齢も離れているし無理やり結婚した感が強かったです。
木下ゆきながあまり藤本さんのことを愛していないように見えたし、無理やり結婚を続けてもうまくいかなかったと思います。3位は羽生結弦。みんなの意見はこちら。奥さんを数ヶ月間も守れなかった人はこの先も守れないと思うので、離婚してよかったのでは。また奥さん側も覚悟が足りなかったのでは。お相手がどんな方かは知りませんが、羽生結弦さんは完璧なイメージだったので驚きました。プーさん好きの可愛いイメージとは別の顔があるのかなと思ってしまったし、奥さんも大変そうなので、お互いの意見や存在を尊重し合った離婚だと感じます。世間の注目が大きすぎたため、これまでの生活が一変し、ストレスを抱えて暮らしていくよりは良かったのだと思います。血源をしようすぎて、一般人奥様は結婚命がけですよね。この時代だからこそ、私は守るために別れて正解だったと思います。お相手が一般人であることが分かっており、事前のメディア対策や奥様を守ろうとする姿勢が見えないまま離婚してしまったこと。ビッグカップルというか有名な方で結婚して良かったなぁと思っていましたが、奥さんの正体だったりマスコミがひどかったと語っていたので、離婚して逆に良かったのではないかなと思います。特殊な例かもしれませんが、悪質なファンがいる限り、ご結婚されるタイミングは重々見計らった方がいいのかなと。ご当人同士は本当かわいそうなことだとは思いますが、今は一緒にいない方がお互いのためなのかもしれません。本当の理由は当人同士でしかわからないし、まだ若くて今回の結婚も決断が早すぎたのではと思う。女性の方の合意もあったなら良いと思う。2位は広末涼子。キャンドル・ジュン。みんなの意見はこちら。キャンドル・ジュンさんのことはよく知りません。大きいキャンドルを制作されている、耳のピアスが大きいぐらいの認識です。いろいろ口を挟むことではないですが、お二人を見た限りでは離婚されてそれぞれの道を歩んでいかれればいいのではと思いました。広末涼子さんは良い印象が強く、ベストマザー賞を受賞されていただけに、不倫によってかなり印象が悪くなってしまったから、キャンドル・ジュンさんがかわいそう。あんなに赤裸々に不倫の文章などが明るみに出てしまい、子供もいる中泥沼が続くのはよろしくないと感じるから、男性側に対して離婚してよかったのではと思えます。広末さんは20年前の若い時から年齢関係なく男性に人気でしたが、男性関係ではジゴロの女性だったので、いつかそうなる運命だったと思う。広末さんの方が本当に好きな人に出会えたことと、旦那さんの方が噂だとかなり暴力的な感じだったので、離婚してよかったと思います。騒がれた頃、毎日のように報道されていましたが、個人的にはどっちもどっちに見えてしまいました。なので別れて正解だと思いました。キャンドル・ジュンがかわいそう。広末涼子に浮気され、それも本気っぽいし、浮気相手の男の方も奥さんがいたのにもかかわらず二人盛り上がっていて、どちらの配偶者にとっても離婚してよかったと思う。キャンドル・ジュンさんの自分は悪くない発言が気になりました。まあ広末涼子さんの身の振り方にも疑問な点はありますが、お互いに寄り添えない壁があるように思えたので、離婚はありだったのでは。1位はアン・東出昌大。みんなの意見はこちら。アンさんは不倫されていた側であり、また相手の東出さんは反省の色がないように感じたので、アンさんのことを思うと離婚してよかったと思う。不倫をした東出に嫌悪感しかなく、アンズに同情しかなかったので離婚は正解。そして離婚後の山生活の東出がなぜか一部に受けているので、今の元の姿は解放されて生きられてるのは良かったのかと。私は好きではないが、東出の浮気は衝撃でしたが、インスタグラムでフランスで楽しそうなアンさんを見ると離婚して良かったのかなと思います。夫側の不倫ということで離婚したのはアンさんの判断が正しかったと思う。その後の東出さんは山奥で複数の女性と共同生活という奇妙な方向へ進んでおり、もともと変な人だった感じ。東出さんの浮気騒動でアンさんは相当ダメージを受けられたと思う。父親だけでなく夫までもが女性関係でトラブルを起こすなんてトラウマになると思う。メディアで拝見する限り、東出さんは決して悪い人ではないと思うが、アンさんのそばにいるべき人ではないと思うので、離婚してよかったと思う。離婚当初は仲がいいイメージだったのでショックだったが、唐田エリカとの絡みを見たとき、奥さんいるのにベタベタ触ってちょっと気持ち悪かったのと、女の人3人と山奥に住んでるの見るとアンズが不幸になりそうだった
ったから早めに離婚してよかった。東出さんの方が浮気したということが原因だと思いますが、でも東出さんの今の生活を見ていると、本当はもっと自由に生きたかったのかなと思えるので、離婚してよかったと思います。アンズちゃんという素敵な妻がいながらまだ駆け出しの若い女優に手を出すなんて最低です。お相手の女優さんが可愛くて出演も増えるのを楽しみにしていたので、東出正大本当に最低。って思っているから選びました。離婚したことによって奥様は YouTube を始めたり、活動的になり、逆に魅力的に一面を知る機会が増えた。元旦那さんは本来やりたかったことらしいことができているので、各々人生を歩めていると思う。以上のような結果になりました。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。